こんにちは、まーです。グラ様、やっていきたいと思います。はい、ということでね、今日はなんですけども、タイトルにね、ある通りなんですけども、ついにね、チケット使っていきたいと思います。その前に、最近のね、お知らせをちょこっと見ていこうと思うんですけども、ゴブスレがね、1月23日からってことで、なんだかんだもうね、来週からなんだよね。早いよね。あとは、このリフィリーが覚醒解放しました。はい。で、ガナンの覚醒級で、なんか高難易度みたいだね。で、ガナンが覚醒できるのかな？で、新装備もゲットできると。新装備は確かミッションでできるんじゃなかったかな？どっかに書いてたよね。ああ、そうだ。クエストミッションをコンプリートすることでということで。で、ヤマピーからの挑戦状で、期間中にクリアできる人がいたらクリスタル10個っていうことで、ね、もうクリアした方がいたみたいで、10個いただきました。クリアした方ありがとうございます。史上稀に見るクリア困難なクエストっていうことで。なんか、これ結構私もツイッターとか、見てたんですけど、やっぱこう、なんだろう、こういうクエストを待ってましたって方も当然多いわけじゃないですか。やっぱりこの超高難易度、やっぱこう今あるコンテンツにちょっとこう、まあ、飽きてきたっていうか、ちょっとマンネリ化してきた人とかが特にやっぱりね、こういうちょっと歯応えのあるクエストとかを望んでたりして、待ってましたって感じで、これをクリアすることでこのガナンが覚醒できて新装備もゲットできてっていうところで、すごい楽しくなってちゃうのかなっていう。私はね、まだここまでのレベルじゃないからあれなんだけども、ただやっぱりなんだろうな、これクリア、そんなね、覚醒するのに超高難易度にされたらいつまでたっても覚醒できないじゃんみたいな、こう声もあるみたいなんですよね。なんかクリアさせない気なのみたいなね、そういう声もあるみたいでね。まあ、また、まあまあまあ、わからんでもないなっていうのはあるんだけど、ただ私個人のね、あくまで、私個人の考えだと、まあ、私もエンジョイ勢だし、全然このね、覚醒級挑戦すらしてないからね、もう、どうせ私無理でしょみたいな、もう考えてすらいない、なんか、マジクソなんだけど、ちょっと低レベルすぎて申し訳ないんだけど、そんな私なんかの意見当てになんないけど、まあこれって別に、なんだろう、今はとりあえずこの期間限定できてるけど、またこう繰り返し来るわけで、なんかこうその時までにこう自分もね、キャラ揃えたり装備めっちゃ集めたりして強くなって、時間かけてでもなんか倒せるようになったりとかしたら、またそれはそれですごい面白いのかなっていう、やりごたえあるのかなって個人的には思うので、今すぐね手が届かなくても、ゆくゆく手が届くようになったら嬉しさもね倍増だし、いやいや、お前今更ガナンの覚醒級クリアしたのかよみたいな思う人もね、まあ中にはいるのかもしれないけど、まあそんなやつね、どうでもいいんでそんなやつどうでもいい。だってゲームなんてさ、いやゲームなんてって言い方悪いけど、ゲームってさ、自己満じゃないですか。もう自分楽しければよくないって思う、本当に。で、こういうマルチとかで、さらにこうみんなでやる楽しみがあるっていう感じじゃん。でも結局それってみんなでやってみんな楽しい。でも結局は自分楽しいだよね。だから、なんだろう。なんかゲームってそれが、それでいいし、それがいいのかなって思うんだよね。何を語ってるのかよくわかんないんだけど。だからもしなんか、いやちょっとガナン覚醒できないじゃんっていうね、私と同じ仲間、まあ、私挑戦すらしてないからさマジクソなんだけど、もしそういう風に思ってる方ね、ゆくゆく頑張ろう。私も生配信とかで挑戦するかもしれないし、いやちょっとこの期間中には無理かもしれないけどね、っていうことで、
思いました。あとは、ああ、そうだね、さっきに続いてだけど、マルチも解放されたっていうことでね。うんうん。はい。ということで、本題に戻ります。チケットね、だいぶ、時間経っちゃってるんだけど、あとね、虹玉もね、結構溜まってて、ちょっとね、いつになるかわかんないけど、なるべく近々で、なるべく近々って日本語おかしいけど、あのね、装備をね、ちょっと、装備交換チケットとか虹玉交換をね、みんなと悩みたい、生配信しようと思ってるので、よろしくお願いします。で、この限定英雄交換はですね、私も心に決めてる方がいるので、もう速攻決めたいと思います。まあ、一応ラインナップ見るよ。ね、ちょっと待って、ごめん、上から行くんだけどさ、マジさ、口ない。お、レイオン口ついた。っていうね、このね。あ、これプラチナ前交換したからだ。懐かしい、私プラチナにしたんだっけ。そうだ、思い出したわ。だんだんね、口がついてる、このなんか歴史を感じるよね。はい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 、いいですね。はい、お、まだ、あれ、こんなにいたっけ。あ、はいはい、オッケー。いや、マジこれさ、桜ミラー取れなかった人、嬉しいよね、これ。で、私が今回交換するのは、こちら、ノルンさんです。あのさ、ちょっと待って。覚醒前のノルンってこんななんか、ふっくら、お顔がふっくらされてるのね。はい。ということでね、私はノルン交換していきたいと思います。はい。もうこれは決めてたので、いきます。はい。あっけないですね。非常にあっけない。そしてね、ボックスパンパンの中にノルンさんいらっしゃるのでしょうか。タスがやばいのよ。ちょっと育成頑張るから、ちょっと待ってね。はい、ノルンさんいらっしゃいました。お気に入り。このね、麻痺ですよ、麻痺。覚醒。おっと。あー、足りないんだ、これ。あー、あと5日だって。オッケー。高確率で敵を麻痺状態。6秒間麻痺状態に敵に対してダメージ100アップ。ミルキーウェイ。味方全体の奥義ゲージ 20% アップ。20秒間奥義ゲージ3アップ。さらに30秒間自身のステータス 50% アップ。あ、そういう感じなんだ。よく知らんかったけど、そうか、なるほどね。はい。クリティカル耐性 10% アップ。味方の帰属の全ステータス 5% アップ。敵 HP が 30% 以下の時にダメージ 20% アップ。スキルは10秒間敵の全属性、ん？全状態異常耐性 20% だ。ほー。はい、ということで、ノルン交換しました。皆さんもね、もうとっくに交換してるかもしれないし、取っといてる人もいるかもしれないので、もしね、交換したよって人いたら教えてください。はい、ということでね、最近生配信できてなくてすいません。たださっき言ったみたいにね、ちょっとあの装備悩む、まあ、雑談生配信みたいのちょっと考えてるので、よければ参加していただけたら嬉しいです。やるときはツイッターで告知すると思う。はい。ということで、よければチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。